フィンランドの人口ピラミッドフィンランドの医療では、ユニバーサルヘルスケア及び健康づくりが達成されており、高度に分散化された3レベルの公費、負担医療制度が存在し、それと並立して小さなプライベート医療が存在する。フィンランドはノルディックモデルの高負担幸福祉国家であり、医療制度に対しての責務はクンタにある。医療政策は、 中央政府の社会福祉保険省が所管しているが、市民への医療提供責務は地方自治体にある。欧州委員会による2000年の調査によれば、フィンランドの医療の質は良好とされる。フィンランドでは、自国の病院医療制度に満足している人の割合が EU で最も高く、EU 平均の41.3%に対して、フィンランド人においては88%であった。 一人当たりの保険支出は公私合わせて3442ベードルであり、OECD 平均とほぼ同額である。16カ国と比較した2008年のスウェディッシュアソシエーション・オブ・ローカル・オーソリティズ・アンドリー・ジョンズによれば、フィンランドは最も少ない医療資源にて平均並みの結果を達成しており、研究ではフィンランドの公的医療は最も効率的なサービス、提供者であるとされた。 フィンランドは平均寿命が伸びる一方で出生率低下と高齢化が進んでおり急激な人口高齢化による保険・福祉財源の減少が予想されるために医療制度改革を行っている。2025年にはフィンランドの高齢化率は EU 圏内で最も高くなると試算されている。入児死亡率を劇的に減少させたアルボ・ユルッポ。 医師の切手 G20 各国の人口10万人当たり、標準化自殺率健康政策では、疾病予防に重点が置かれており、感染症撲滅及び市民の健康改善を達成した。保健課題には、手術待機リストの短縮、一部自治体でのスタッフ不足、高齢化に伴う医療費増大、医療技術高度化による医療費増大がある。平均寿命は、 女性で84歳、男性で78歳である。1970年では世界で最も心臓病での死亡率が高い国だったが、フィンランドダイエットと運動が功を奏した。フィンランドは先進国中では喫煙率が低く、男性で19.1%、女性で13.2%である。健康問題は他の先進国に似ており、循環器疾患が 死因の約半分を占め、2番目はがんである。人口1000人あたりの医師数は3.0人であり、これは北欧諸国で最も少ない数字である。それは看護師が医師診察の代替として重要な役割を担っているためとされ、人口1000人あたりの看護師数は14.1人であった。フィンランドはとりわけ専門医療、 疾病スクリーニング予防接種が発達しているとされる。乳がん検診プログラムが整備されており、50から69歳女性の84%が検診を受けている。小児のワクチン接種率は非常に高く、2歳以下幼児の99%が100日関、及びマシンの接種を受けている。フィンランドは通常よりも高い自殺率の問題がある。 最近は数字が下落しているものの過去に何度も世界自殺統計のトップであった。それにもかかわらず最近の2008年には自殺は全死亡の2%を占めた。酒の販売は公営企業による専売0制となっている。住民のアルコールの年間総消費量は週末のパーティーでの過度の飲酒は共通しているものの他のヨーロッパ諸国より低い。 しかし余裕は、フィンランドの飲酒習慣の中心的な特性である。生産年齢人口では、アルコール消費によって引き起こされる病気や事故は、死亡の最大の原因として、感動脈疾患を上回っている。社会保険機構のエスポーシ事務所救急車フィンランドには、法定の国民健康保険制度があり、社会保険機構によって運営され、全国民に適用されている。 ケラの地方事務所は国内におよそ260カ所存在し、その業務は家庭福祉、国民健康保険、リハビリテーション、基本的な失業給付、住宅給付、奨学金及び年金給付などにわたる。国民健康保険には雇用主が賃金の1.69%、雇用者が賃金の1.50%を拠出する。加えてフィンランドでは、 民間非 AD の医療保険も存在するが、それは補助的なものであり、大抵は国民医療保険の自己負担部の補助にとどまる。自治体には保険センターを運営する責務を負っており、センターに勤務する総合診療医、保健師、司会によってプライマリケアが提供される。GP の住民受け持ちは医師1人当たり約307人ほど。保険センターの業務には、 以下が挙げられる。なお医薬品の販売はおよそ800のライセンスを得た薬局に制限されている。医療費はケラによる償還払いであり、払い戻し割合は民間医療機関ではドクターフィーの60%、薬剤費の10ユーロを超える部分の50%、救急搬送費の9.25ユーロを超える部分、歯科医療の60%。保険の償還対象となるのは 外来処方薬、民間医療機関、医療機関への交通費、傷病産休保障、リハビリサービスなどの費用である。また、雇用主から提供される補助的量の費用も部分的に召喚されるが、それは状況によりけりである。プライマリケア及び訪問医療における自己負担額は上限が13.7ユーロであり、その額は自治体ごとに様々である。病院の場合は、 外来診療は1回上限22ユーロ、入院患者は1日上限26ユーロ。長期疾病となった場合には、支出の大部分を医療品が占める可能性がある。そのため、現在のシステムは低収入者に対して、医療サービスへのアクセス不平等を招くという議論がある。医療制度の財源は、主に地方税と国民健康保険の2つである。 地域のプライマリヘルスケアは、主に地方税によって運営されている。税率は、個人所得税については16から23%の範囲で市町村に決定権がある。フィンランドの市町村数は400ほどで、平均人口は1万2000人ほどであり、その地域の人口分布により、税収だけでは十分な公衆サービスを提供できない場合、患者事故負担や、州補助金も課すことがある。 また、フィンランドには、法定の国民健康保険基金が存在し、これは、私的医療、追加的医療、外来投薬、傷病手当にも出資している。市町村は、プライマリ保険センター及び、地域病院及び二次医療に対して出資している。市町村は、医療の提供者及び購入者を兼ねるあるため、費用対効果が十分ではないとされている。地域病院や大学病院は、 その県の自治体が共同で出資しており、包括払い制度で運営されていることが多い。市町村レベルでは、医療に1人当たり1300ユーロを採出しており、これは自治体予算の25%を占めている。公費負担率は2009年には74.7%であり、これは OECD 平均の71.7%よりも多少多いとされるが、 他の北欧諸国などと比べると、公費負担率は低く、それらは80%以上である。フィンランドの総医療費支出が低いことを説明する、一つの説は、医療従事者の給与が低く抑えられていることによると、される。ヘルシンキのマリア病院フィンランドは、国民総生番号制を導入している。電子カルテシステムは、2007年にはほぼ全ての医療機関に整備された。 健康情報システムが大規模に発展しており国家レベルで指揮することなく非中央集権的に浸透しているその結果として健康情報システムが異なる組織間で相互接続できないという問題に直面しており情報交換が課題となっているそのため国家レベルで共通化された情報交換システムを 患者と病院が参加可能なインターネット上に構築する努力が進んでいる。医療技術評価においては、フィンランド保健技術調査局が保健福祉省配下の一独立機関として1995年に設立されており、上位レベルの意思決定を支援する科学的基準情報をまとめることを責務とする。そのデータはすべての医療関係者、政治家、 一般市民がアクセス可能である。また外国で発表された他研究評価基準について、それをフィンランド基準で評価することも責務の一つである。フィンウォッタはインターナショナルネットワークオブエイジェス、フォーヘルステクノロジーアセスメント及びヨーロピアン、ネットワークフォーヘルステクノロジーアセスメントのメンバーでもある。ありがとうございます。